皆さんこんばんは。それではバイオハザードビレッジの続きです。あんなのどうすれば。倒すの前提みたいに言ってるけど、無視して先進めばいいのでは。目的はあくまでローズのフラスコ回収だし、もう持ってるし。あんな奴が何を診療するの。水中に出口があるって。これはまたパズルです。水さえ抜ければなんとか。電気が来てない。なんか聞こえると思ったらデュークさんか。何かご入り用ですかな。ではさっきのパズルをやります。これ見比べればすぐにわかりますが、半時計回りに回転させてみないとダメです。やった。俺の会社のお店よくも。これでダムの水が抜けて水没部分に行けます。コルトガバ用の拡張マガジンですが、残弾使い切ってから装着しないとね。ていうか装填済みの弾が無駄になる仕様、チュートリアルで説明するか直さないとダメでしょ。ここ降りると母子線なんですけど、2回ほど死にました。強くはないんですけど、また初見わからん殺しがあります。
だぞ。これがワトランボルジン、エロの雨を打つ。結局薬は0にで突破しましたけど、正解はちょっと屋根がある場所の生宿で、わかるか。これで撃破です。最後まで汚い野郎だ。吐き気がする。進むごとにどんどん手が抜かれてるのがわかるというか、ドミトレスク城で力尽きた感あります。このゲーム。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。